皆さんこんにちは、東京自由大学の島園でございます。今日は、5月21日まだ緊急事態宣言が東京では解けていませんけれども、ウェブを通して東京自由大学の講座を、やっていこうという試みに乗り出すことになりました。感染症と文明という大きなタイトルのもとに連続講義を開いてまいります。副題が新型コロナウイルスをめぐってということで、島園は2つ目の今日は講義をさせていただきます。限りある命と命の尊厳、感染症と合理化の限界という、こういう題でお話をさせていただきます。東京自由大学の辻さん、宮山理事長、辻さん、加藤さんに大変お世話になっております。さて今日お話したいことはですね、命の値踏みというふうなことが起こってしまうような難しい状況になっているという、1回目の講義でパヌル神父とタルーという登場人物が何かジレンマにぶつかって、そこをどうやって切り抜けていくか、辛い決断の場に直面するというふうな、ペストがそういうことをもたらすという、そういうことについて考えましたが、もうちょっと具体的にそこのところを考えるとどうなるかということでもあります。ちょっと最初の手がかりはですね、5月7日にフォーブスジャパンというところに乗りました。スウェーデンの話です。スウェーデンではロックダウンをしなかったんですね。で集団免疫を求めるというか、企業の自粛なんか求めない、つまり、できるだけ経済生活は変えずにゆっくりと広まっていって、早く多くの犠牲者が当然出るかもしれないけれども、免疫が広まってもうこれ以上広まらないというところまで行ってしまう、そういう作戦をした。これはソフト対策というふうに書いてますかね。でこれについて日本人でスウェーデンで医師をやっている宮川先生という方、宮川綾子博士に、同じくスウェーデンに行って、スウェーデンにですよね、スウェーデンに移住してるんですが、文学の専門家の久山さんという人がインタビューしている、これがオンラインウェブに出てました。非常にこの記事がですね、有益なものでした。宮川先生の話してることですかね。で、日本では学校の閉鎖が長く続いてまして、ちょっと今も加藤さんと話したんですが、幼稚園とか学校とかが休校になっちゃうと家族はとても困りますし、子供に本当にこれ大丈夫なのかと、そういうことも心配になりますよね。でスウェーデンの場合はですね、高校大学、成人学校っていうのは話ですが、それは閉鎖してるんだけれどもオンライン授業してる。で保育園や小学校中学校は平常通り、一度も休校になってないっていうことなんですね。で禁止されているのは高齢者施設の訪問、それから50人以上の集会、ね、だからライブハウスもできるんじゃないでしょうか。もちろん人と距離を取るとかですね、パーティーや冠婚葬祭も
あまり人を多く集めるのはやらない、ジムも運営していいけども更衣室で着替えないと、こんなことのようです。まあ不要不急の旅行は避ける、まあ、この程度で、ね、それから日常生活ではお年寄り70歳以上に会わないようにするということで、ちょっとこの辺は私71歳なので気になるところなんですけどそれからまあ調子が悪かったら会社や学校は行かないということですが、さて そういうスウェーデンどうなってるかというとですね、まあ、これはヨーロッパの諸国の中でかなり特別なやり方ですね。他はロックダウンとかしている国が多いわけですが、実は死者が結構多いですね。4月28日で2355人となっています。で、10万人あたりの死亡者数は世界ワースト6位、トップはどこでしょうかね、アメリカとかイギリスもあんまり良くない、イタリアも良くないでしょうか、まあアメリカのトランプ大統領に名指しで批判されたと、まあ、トランプ大統領に批判されるというのは名誉なことなのか不名誉なことなのかよく分かりませんけれども、そういうこともあるそうです。比較の材料なんですけども、5月19日、まあ、ごく最近のあれなんですけども、イギリスと比べるとどうでしょうかね。人口はですが、まあ、感染者数結構多いですね。で、日本は10倍以上の人口があるわけですが、感染者はスウェーデンより少ない、死者はもう圧倒的に少ないということです。ですが日本は実は感染者、隠れた感染者が多い、まあ、スウェーデンはかなりよく数えてるんじゃないか、特に死者はよく数えてるようです。日本の場合法医学の専門家が、PCR 検査をさせてくれと言っても半分ぐらいの人はできなかったと言ってます。ですのでかなり見逃された死者がいる。まあ前年までの例年の死者数と比べて今年どのぐらい死者数がいるかというのを比べることで新型コロナウイルスで死んだ人の推定をすることができるわけですね。スペイン風邪の時もそういう数え方で50万という数を出しています。そういうことから言うとおそらくこの700、まあこれから1000を超えていくと思うけども、日本の死者はもっと多いと思いますが、それでもスウェーデンと比べれば圧倒的に少ないということですね。で、宮川先生はですね、スウェーデンのこのやり方は成功したかというと、いや成功してるとは言えない、ただイギリスはロックダウンをしてこの程度なんだという比べると、ロックダウンと していないスウェーデンがそれほど多かったとは言えないみたいなことを言っています。で、特に高齢者施設で大量死が起こっている。で、これは要するにクラスターが起こっちゃったということで、これが失敗だったというふうにスペイン、あとスウェーデンでは見られているようです。まあスウェーデンの人はこの点でそれほど強く政府を批判しているというわけでもないようです。で、ちょっと日本の場合を見ますとですね、感染者、左側に感染者の数が出ていますが、ここ見にくくないかしら、大丈夫ですか、はい、20代が多かったりします。で、60代以降がそんなに多くはないですよね。しかし死者数で見ると60代以上が圧倒的に多いですから、広まるのは全年齢層、特に中年
職場などに行かざるを得ない人が多い、子供はあんまり広めてない、学校休みになってる人もあるけれども、まあこういうふうになっています。これに対してスウェーデンの表なんですが、これはですね、まあ、左側なんですが、感染者数なんです。で、一番上は90歳以上、つまりこれ人口10万人あたりです。ですので割率なんですが、90の以上の人は、すごい多い確率、左が男性、右が女性ですね。かなりの割合で感染する。90代、80代、70代の人の感染割合が非常に高い。これは高齢者施設で広まった。これどういうことかというと、で、その高齢者にはできるだけ会わないようにするということですから、高齢者は隔離をされて、そこで死んでいく。それをあまりスウェーデンは防いでいないというですね。なんかこれちょっと奪捨て的な、高齢者が死んでいくのはしょうがないというふうに見ている、まあそういう体制だということになります。ここで北欧諸国の比較が出てるんですけれども、スウェーデンは他のノルウェー、フィンランド、デンマークと比べてぐっと多いですね。まあこういう具合で、スウェーデンは特殊な対応をとっているんですね。まあ宮川先生の解説ですが、90歳以上では100人に1人以上、80歳以上でも200人に1人感染している。死者の数でいうと80歳以上の死亡者が全体の 64%、70代以上で見ると 87%、 つまり高齢者の感染リスクが非常に高く、犠牲者のほとんどは70歳以上と。で、まあこれは高齢者施設でクラスターが起こったということで、意図的にやったことじゃないというんだけれども、そういう面がないとちょっと言えないようなところがある。まあそういうふうな感じなんですね。で、医療崩壊というのはどうかというと、実はスウェーデンはですね、医療は全て公営でですね、で、普段から予算も人手も不足していて、風邪ぐらいでは受診できないと。で、福山さんですね、夫が胆石の痛みで失点抜刀した時、手術は半年待ちだと言われて、だから重症患者が爆発的に増える可能性のある今回は、初めからもう重症患者はダメよと言わざるを得ないし、それを国民も分かってる。実はイギリスもこれに近いですね。普段からなかなか見てもらえない、無料なんだけども見てもらうまでになかなかいかないという。で、これは実は普段から医療崩壊してるとも言える。これは社会福祉が非常に進んでる国ですよね。で、まあイギリスも昔はゆりかごから墓場までと言ったりした、そういう国なんだけど、ある時期から経済重視ですね、1980年代、まあレーガン・サッチャーの時代、福祉は小さな政府ということで福祉予算を削るようになって、まあ、どこの国でも医療費削減、日本でもなぜ在宅医療にするかというと、入院の人を減らしたい、ベッド数はできれば減らしたいというのは、それは予算を食っちゃうから、社会保障費が増えてしまうからということですよね。まあ、こういうのがスウェーデンでは徹底しているということになります。ですので、医療崩壊を招かないためには、感染のピークを可能な限り低くし、医療現場のキャパシティを超えない患者数に抑えなくちゃいけない。まあ、ICU、集中治療室ですね、ここで人工呼吸器を装着して、呼吸
困難に陥ってる人を助けるわけですよね。で、実は人工呼吸器というのは普段から大きな問題です。年寄りは、まあ、人工呼吸器つけますかという、この辺がリビングウィル関係しています。今最近はアドバンスケアプランニング ACP と言いまして、人生会議と言ったりしますよね。ある時期から家族で話し合っておいてくださいと。つまり最後に人工呼吸器をつけるかつけないか、あるいは延命措置をするかどうかということです。延命措置をしないでくださいという意思を表明しておいていただけると、人工呼吸器はつけない、あるいは胃ろうといって胃から栄養を入れる、それから中心静脈から点滴、普通の腕の点滴とか足の点滴というのは大した栄養は取れません。ですから水分中心、補給中心になって、喉を食物が通らなくなったら次第にこう枯れるように死んでいく、まあ、これがまあ、そういう死に方の方が前に帰っていいんだよというのが今の考え方になってきてる。だから延命治療しないということですが、人工呼吸器をつけて胃ろうをつけたりするといつまででも命は保てる。しかしそれを外すとなると、この外すということはそれで死にますということですから、外すのは非常に難しいわけです。特に人工呼吸器は、人工呼吸器を外してから呼吸が止まる、そうすると死んでいくということなので、これは医療的には安楽死に近づく措置になる器具があるわけですね。ですから人工呼吸器を外すということに対して医療関係者は非常にこうナーバスにならざるを得ないところがあるんですね。で、今回も特に肺の疾患が多いので人工呼吸器が足りなくなるとすると、誰に人工呼吸器を回しますかという問題ですね。医療崩壊のかなり危機的な事態では、人工呼吸器を誰に回すかという話になります。ところがスウェーデンではですね、普段からもう80歳以上の人には人工呼吸器はつけないということになっている。そういう要するにこれは医療資源が限られているので、どういう人に回すか、これをまあ最近トリアージと言ったりします。こう災害場面などではどういうところに医療資源を回すか、そのための判断をせざるを得ない。生き残れる人のために使うものをもう助かる見込みが少ない人に回すわけにはいかないと、こういうことなんですね。これを今回実は医療関係者はそういう場面に追いられる可能性が強い。そうするとできるだけ人工呼吸器を求めて、病院へ来る人を受け入れたくないということになるわけですよね。はい、宮川先生こういうふうに言ってます。繰り返しになりますが、死亡者の多くは高齢者施設で感染し入院することもなく、あるいは入院しても ICU 治療を受けることなく亡くなった方です。また高齢者の死亡率については複雑な事情もあります。医療崩壊を防ぐために従来から ICU 治療の適用を厳しく規定しているために、制限しているために、高齢者が重症化した場合には ICU 治療を受けることはできないという情け容赦ない現実がある。ICU で治療してもらえるのは年齢相応に元気な80歳以下の患者さんです。80歳以下であっても予病があれば80歳以上と同じように扱われます。
でカロリンスカ大学病院、ここに宮川先生が働いてるんですが、患者さんが入院してから24時間以内に ICU 入室の適用があるかどうかを決めて書面化しなくちゃいけない。まあ適用っていうのは医療、この医療をやるということを決めるということですが、この人は ICU 入室をさせる必要があるかどうかというのを入院してすぐに1日以内に決めるというんですね。ということはもうこの人は人工呼吸器つけないんですということを早い段階で決めてしまうということですね。もうそれは ICU がまだ余っていてももうそういう準備をしているというのがスウェーデンのやり方だと。まあこういうことなんですね。でこういうふうに、つまり人工呼吸器で、助けるということをしないという判断をすごくあっさりやっちゃうと。でこれは現場のお医者さんからするとですね、実は非常に心が痛む、つまりその人の命を見捨てるというところがあるわけですよね。まあそういうふうに嫌がせて言ってます。で、まあ夫のお父さん77歳だったんだけども、脳出血で発症したと。で、発症以前の健康状態を知らない脳外科医が初診医からの電話1本による説明で、予防があるので健康状態は80歳以上だというふうに判断して手術の適用なしと診断された。つまり手術はする必要ない、まあ健康状態が80歳以上という判断は間違っていると抗議したけれども、治療を受けることができなかった。まあ、こういうのがスウェーデンでは普通なんですね。ちょっと日本では考えられないと思うんですが、まあまあそういうふうにすごくあっさりしている。要するに資源限られてるんだから医療を受けられない人は当たり前なのよと。そういう判断を普段からやっているので、この新型コロナが広まってもそれに慣れてる。でクラスターが起こった時にもうクラスター追っかけられないとなってしまったら PCR 検査もやめちゃったとどうせやってもしょうがないからということなんでしょうかね。これどうでしょう。だってそこで働いてる人もいるんだから隔離した方がいいでしょう。しかし検査もせず隔離もしないという、たくさん死んでいくという、まあこういう判断をしたということなんですね。まあこの宮川先生、非常に公平に、決してスウェーデンを批判するわけでもなく、でもやっぱりこれはどうかなと思うということを言っています。高齢者は積極的に PCR 検査を行っていれば防げた可能性が高い。高齢者は重症化した場合も集中治療を受けられないので多くが死んでいくという、まあ、そういうことになっているということです。もう一つですね、スウェーデン、これは世界的にあることなんですが、マイノリティですね、ヨーロッパで言えばアジア系やアフリカ系の人たちがやっぱり死ぬ可能性が高い。スウェーデンではこのソマリア系、イラク系、シリア系、フィンランド系、まあ、フィンランドは隣の国で白人の国なんですけども、どっちかというと高齢者が多いそうです。フィンランドからスウェーデンに移住した人っていうのがそうなんでしょうね。それからトルコ系、イラン系、旧ユーゴ、エリトリアとありますが、まあこの中で、旧ユーゴというのも難民でしょうね。そういう難民とか
エスニックに異なるマイノリティ、アジア系、アフリカ系などの人が感染している可能性、割合が高いということです。これは、青が、人口における各国出身者の割合、まあ、ソマリア系というのは 1% と、1% 以下なんですね、人口割合。ところが感染者の割合は 4% 以上もあるということです。イラク系は人口の中で、1000万人ぐらいでしたよね、スウェーデン。まあ、1% というか10万人かそこらいいるということですが、感染している人は 4%、感染者のうちの 4% ですね。とても割合が多い。つまりマイノリティが感染する可能性が高いということになっています。でこれはさイギリスでもそういうことがあるし、アメリカ、ニューヨークでもそういうことがあるし、シンガポールでもそういうことがある。日本ではこれは目立ちにくいですが、しかしすでにいくつかの高齢者施設や障害者の施設などで集団発生が起こっているということも伝えられています。ちょっと悲しいですね、こういうことがあるということです。感染者や重症者に移民のバックグラウンドがある人が多いですね。で、宮川先生、高齢者は ICU へ入室できないというと、スウェーデンは奈良山節公などと揶揄される。しかしそうではありません。高齢者にかかわらず、若年者でも予後が悪いと分かっていれば通常から ICU 入室を許されないことは往々にしてあることなんです。医療資源は限られていますから、それをいかに有効に使うか、分配するか判断することはスウェーデンの医療現場では重要なことなんです。このそんなことはありませんと、そうではありませんというのはどういうことか。高齢者だけじゃない、予後が悪い人、少し若くても今後回復の見込みが少ないとなると見捨てられちゃうということ。これは体の弱い人から見てるとちょっと差別されてる感がしないでしょうか。年齢だけで差別するというのはちょっと私たちは少し納得できるあれがあるけど、体の弱い人はダメよというのになるとちょっとどうかなと。この人は長生きできそうな人は助ける、そうじゃない人は助けないことになっちゃう、ね。そしてまた移民難民、これで宮川先生によると費用の負担という面ではマイノリティの人たちは助かってると。あまりお金払わなくても医療は受けられるということなんですが、それからどうしてこう日本とは違うのか。ほとんど全ては公営であり、税金で病院が営まれているので、税金をどこに使うかという時に、多くの人を救うためならば少数の弱い人は見捨てざるを得ない、あるいは高齢者は見捨てざるを得ないというのはスウェーデン人にとっては当然のこと。しかも国営に近い公営なので、利益のために判断してるんじゃない、公正な評価基準があって判断してるんだと、そういう判断を尊重してると。イギリスでも NHS ですかね、そういう機関がやってるということで、任せてるってことだと思うんですが、ここでちょっと書いたのはいかにマイノリティ、弱い立場の人がこの感染症で強い、ひどい不利な立場に置かれているかという例です。最近出てきたニュースではブラジルはですね、大統領なんかとてもアメリカの大統領以上に
ユニークな人のようあのブラジルにはあのファベーラって言うんです、スラムです。私もちょっと連れてってもらったことありますが、本当にあの狭くて衛生環境が悪いところにたくさんの人が死んでて、そこで次々人が死んでってるんですが、大統領はあのロックダウン的な措置を一切取らないという方向へ今転換しつつある。つまり普通の経済活動を続けていく方が重要だと。これは明らかにそういうあの環境の悪いところで暮らしている人たちを見捨てる性格策ですね。まあ、こんなふうなことが世界的に起こっているということです。で、ナラヤマ節講っていうのはどういうことなのかということで、その話をしたいと思うんですけども、まあ、深沢志郎という人はあの、山梨県の伊沢の人で印刷屋さんだったみたいですが、七郎というか七番目かというとそうじゃない、これはあの七面山信仰を親が持っていたのでだった、でも長男じゃない。で、目をが悪い、3歳の時に片目が見えなくなって17歳の時にもう一つの目も危なくなったということがあるみたいです。で、ギター弾きになってあんまり学校も行ってない、で、クラシックギターのリサイタルなんかもやるようになっています、お父さんももう20歳で亡くなり、35歳でお母さんと、ね、で、1956年42歳の時に、奈良山節講というのを書いてます。これお母さんがモデル、おりんばあさんというのが出てくるんですが、あの1914年生まれですから、アルベール・カミューと近い年齢ですね。で、深沢七郎は目が悪かったり他にも病気持っていて、あの戦争には行ってません。ですが同年代の人はかなり戦争で死んでいる、まあ、一種生き残りでもある。で、まあ、そもそも病気持ちだからかろうじて生きてきたというところがある人ですね。で、あの奈良山節講で大変な注目を浴びて、あの左の写真が若き日のギター弾きですね。これ日劇ミュージックホールかな、あのギター弾きでありながら文章訓練をして、書いた。で、多くの文学者が驚いた、こんな作品があるのかという、ね、その頃の踊り子さんと一緒にいるあの深沢七郎ですね。で、これで当たったので、その後作家として暮らしていけるようになった。で、一時は結婚も考えたんだけれども、風流無端という、皇室に関係する、まあ、皇族の首が転げ落ちるというふうな夢を描いた。これを右翼が起こって、出版社の社長のうちに押し入ってお手伝いさんを殺した。これで深沢七郎は姿を隠しまして、放浪生活をする。そして農場で働くようになった、農場で暮らすようになったと。これラブミー牧場、真ん中の写真はそういう。で、生涯独身でしたね。最後はこの今川焼き屋をやったりという、まあこういう人でした。で、奈良山節講のモデルは長野県の、ある知り合いがいたところだそうです。ウバステの伝説っていうのはあちこちにあるので、つまり年寄りは隠居するんだけど、そのまま死んでいくことを望まれている。で、もしそこで病気になったり飢えたりしても助けないと、まあ、こういうことですね。
さらには進んで、山に入っていって死んでいくと、こういうことがまあいつまであったのか今でもあるのか分かりませんが、まあこの物語はいつの時代のことかよく分かんない。ただ飛脚という言葉が出てくるんで、まあ近代的な環境ではないですね。オリンバーサンっていうのが出てきます。で、家の前に大きい欅の根の切り株があるので根っこというのが屋号だと。根っこの家のオリンバーサンです。で、50年前に向こう村、結構遠いんですね、そこから嫁いできた。で、今69歳、夫は20年前に死んでる。一人息子の達平の嫁が死んでしまった。で、70歳になると奈良山参りをする。これは奈良山に入ってそこで死んでいくということです。神のいる山ですね。まあそこは、まあ、いや、年寄りが捨てられる場所なんですが、死者の墓場のようでもあり、また神のいる場所でもある。これが奈良山ということになります。この青の部分が深沢七郎の、作品の言葉です。奈良山には神が住んでいるのであった。奈良山へ行った人は皆神を見てきたのであるから誰も疑うものなどなかった。現実に神が存在するというのであるから他の行事よりも特別に力を入れる祭りをしたのである。奈良山祭りというのがある。それから奈良山武士というのもある。これ盆踊りの歌ですね。で、奈良山武士の中で奈良山祭りを題材にした歌というのはこういうので、奈良山祭りが三度くりゃよ、栗の種から花が咲く、桃栗三年かき始めですか、というのがありますが、これは大きな声で子供たち若者が歌っていく、それを年寄りが聞くと、あと3年すると奈良山参りをするんだなと思う、そういう歌なんだ。まあそういう具合に年寄りは死んでいくということを覚悟をしなきゃならないという話なんですね。関連する歌にこういうのがある。塩屋のおとりさん、運が良い、山へ行く日には雪が降ると。根っこのおりんなんですが、塩屋のおとりさんという、これもおばあさんなんでしょうかね、運が良かった。どうしてかというと、お山へ行く日にちょうど雪が降ったと、これがいいんだと、ね、まあそういうふうなんです。深沢七郎が説明しております。この村では雪など珍しいものではなかった。冬になれば村にも時々雪が降り、山の頂は冬は雪で白くなっているのだが、おとりさんという人は奈良山へ到着した時に雪が降り出したのである。雪の中を行くのだったら運の悪いことであるが、おとりさんの場合は理想的だった。雪が降り積もれば行けない山である。神の住んでいる奈良山は7つの谷と3つの池を越えていく遠いところにある山であった。雪のない道を行って到着した時に雪が降らなければ運が良いとは言われないのである。この歌は雪の降る前に行けというかなり限られた時の指定もしているのである。いつなんでしょうかね、11月なんだが、まあ12月なんだが、その頃に山へ行くんですね。で、雪が降るとその後は聖者が生きているこの世と死者のいる場所との行き来が断たれる。ちょっと字が間違ってますね。断たれてしまう。降り積もる雪は死者をこの世でを超えた清らかな彼方へと運ぶということもできるでしょう。この物語の中に奈良山さんに謝るぞというのがある。
奈良山さんに謝るぞというふうに村人が騒ぎ出すと、おりんがその声を聞くと布団の中から素早く這い出して転がるように表へ出た。年は取っていても棒をつかんだ。横から玉やん、これ達平のところへ来た極刑後ほどですね、玉やんが末の子を背中に縛り付けるようにおぶって出てきた。もう手に太い棒を握っていた。でこれはどういうことかというと、食料を盗む人がいると集団リンチをやるということですね。まあ今なんだっけ、自粛警察って言うんだ、まあ当時警察なんかないような社会ですが、住民自身が警察をやる、まあ集団リンチですがね、食料を盗むことは村では極悪人であった。最も重い制裁である奈良山さんに謝るということをされるのである。その家の食料を奪い取ってみんなで分け合ってしまう制裁であるが、分配をもらう人は必ず喧嘩自宅で駆けつけなければもらうことができないのである。履物を履いていけばその人もまた袋叩きにされることになっていて、駆けつける方でも死に物狂いである。これは食料を奪い取られるということがどれだけ重大なことであるかが誰もの神経に刻みつけられているからである。この辺がなんかちょっとすごいところで、実は我々の中にこういう本能がある。誰かが自分も欲しいものを誰かが持ってってしまうというと、自分が脅かされているように感じるという、まあ、ある種のモラル感覚のもとにあるようなもの ですが、まあ今パチンコ屋行くとなんかこういうふうにたりしますし、賭け麻雀もいけないみたいですね。はい、ですがまあこういうのは日本人には実は懐かしいと言いますかね、その関東大震災の時の朝鮮人の虐殺ということもありましたけども、社会が危機になるとお互い、まあ、相互監視みたいなものもつながっております。アメヤの亭主、このアメヤの親父が人のうちの芋を取ったということですね。アメヤの亭主は足も腰も動けないほど弱っていた。焼け松の家で捕らえられたのであるが、担ぎ出されて祭り場のところへ運ばれた。アメヤの家族もそのそばに座っていなければならないのである。わーわーと泣いているだけでどうすることもできないのである。それから家探しということをされるのである。屈強な男たちが家の中を荒らして食べられるという食べ物を表に投げ出してしまったのである。投げ出されたものを見てみんな目を丸くして驚いてしまった。芋が縁の下からゾクゾク出てきて一粒ぐらいの山になったのである。こんなに雨屋では芋が取れるわけがないのである。芋を作るには種芋を埋めなければならないのである。種芋は食べられるものであるから、冬を越せばどこの家でもわずかしか残らないのである。冬を越すにはどこの家でも足りなくなるくらいである。またどこの家ではどれだけ芋を作ったのか村の人は皆知っていることで、雨屋ではこの10分の1も取れなかったはずである。この芋の山は畑にあった時から村中の家の芋を掘り出したのに違いなかった。雨屋では2代続いて奈良山さんに謝ったのであった。はい、まあ、この場面はちょっとおっかない場面ですがね、奈良山さんへ謝るぞっていうのは、なんか我々の中にあるそういう感覚というのをちょっとよく覚えていた方がいいなという気がします。さて、奈良山へ行く作法の誓いというのは、これは今年、70歳になる年寄りがいるうち
そこのばあさんと息子が、ばあさん、じいさんと息子が出席するのかな。そしてお酒を飲み、で誓いの言葉を教えられる。すでに習い参りをした男たちが集まるんですね。招待される人は山へ行った人たちだけに限られていた。でテルヤンというのが、あの檻に向かって本を読むような口ぶりで、お山へ行く作法は必ず守ってもらいましょう。一つ、お山へ行ったらものを言わぬことですね。一つ、家を出るときは誰にも見られぬように出ること。一つ、山から帰るときは必ず後ろを振り向かぬこと。で4人目が山へ行く道順を教える。七谷というところを越えると奈良山様に会えると、まあ、遠いんですね。そして、まあ、そこはもう神の世界になる。おい、嫌ならお山へ行かんでも七谷のところから帰ってもいいんだぞと。これ意味してるのはですね、息子が年寄り運んでいくんだけど、そこで騒ぐようなのは七谷で突き落とせばいい。実はもう一人、あのぐずぐず言う年寄りの話が出てきて、まあおりんばあさんは潔く登っていくわけですよね。その、あのもう一人の年寄りはそこで捨てられるということですね。さて、おりんはですね、まあ、あのとてもまだ若い、元気でね、歯がしっかりしてる。これをあの達平の後添いが来たので、ああよかったというので、もう俺は山へ行くんだということで、わざわざ臼にですかね、あのがカメラとかなんかに歯をぶつけて、あの要するにあのネズミのようなのが一番よくない、子供をよく産んで食欲がたくさんあってと。だからあの歯が元気な年寄りっていうのは好ましくない。まあ、そういうことまでして、実に潔く死んでいくということなんです。奈良山に近づくにつれて、辰平の足はただ一歩ずつ進んでいることを知っているだけだった。まあおりんはですね、あの辰平を元気づけて、あのしっかりやれよということですね。奈良山が見えた時から、そこに住んでいる神の召使いのようになってしまい、神の命令で歩いているのだと思って歩いていた。そうして七谷のところまで来たのである。でここからもう道がない、また口を聞くことはできないということなんですが、実はもうおりんはその前から、家を出た時から口を聞いてないんですね。そして山を登っていきますと、そこら辺に骨が転がってる、カラスがそれをつついてる、そういうところへ来る。そこでちょっといい場所を探して、むしろを下ろして、ここへ下ろせっていうのでね、背中に板を背負ってるんです。そこにあのおりんが縛り付けられてるんです。それを下ろして、いくんですね。そして降りてくる。まあ、あのお前早く帰れよというね、降りていくわけですが、その時ですね、達成がその役目を果たし、奈良山の中ほどまで降りてきた時、目の前に白いものが映る。雪が降ってきた。普段おりんが、わしが山へ行く時はきっと雪が降るぞと力んでいた、その通りになったんですね。雪は次第に強くなっていく。達成はそれに大きく心を動かされます。神か仏か、あるいは大いなる何かがおりんを清らかで安らかな彼方の世界へ運ぼうとする証拠と思われたんだろうか。達也は猛然と足を返して山を登りました。山の振り返ってはいけない、まあ、イザナギイザナミの話みたいですが、振り返ってはいけない。オルフェウスの話もそうですよね。その掟を忘れてしまったように、雪が降ってきたことをおりんに知らせようとしたので、知らせようというより雪が降ってきたと話し合いたかった。本当に雪が降ったなと、せめて一言だけ言いたかったので、達平は真っ白のように、猿のようにですね、禁断の山道を登っていった。おっか、雪が降ってきたよ。
鬼は静かに手を出して助けの方に触れた。それは帰れ帰れ、これですね、このおっか寒いだろうな。鬼は頭を何回も横に振った。その時タツケイは辺りにカラスが一匹もいなくなっているのに気がついた。雪が降ってきたから里の方へでも飛んでいったのか、その中にでも入ってしまったんだろうと思った。雪が降ってきてよかった。それに寒い山の風に吹かれているより雪の中に閉ざされている方が寒くないかもしれない。そしてこのままお母は眠ってしまうだろうと思った。お母、雪が降って運がいいな。その後から山へ行く日にと歌の文句をつけられた。塩屋のおとりさん、運がいい、山へ行く日には雪が降るという歌だと思います。鬼は頭を上下に動かしてうなずきながら助けの声をするふうに手を出して帰れ帰れ。これは坂本何子でした、寿美子、寿美子、坂本寿美子がおりんばあさん、緒方健が達成、今村翔平監督です。まあ2回映画になってます。まあおりんは、これは私の解説ですが、この世への性の執着を超えて立っとるべき何かを信じている。それは自分の家の名誉であるかもしれない。聖者たちを守る奈良山の神様かもしれない。死者たちの霊が昇華したご先祖様であるかもしれません。念仏の対象である仏様かもしれません。あのオリンバさんは山で座ってお念仏唱えているわけですね。おそらくそれが全てでしょう。そして雪が降ったことは、そんなオリンの信仰が大いなる力を持つことを明かすものだと感じられる。この最後の場面では、またオリン自身が神的な存在であるようにも感じられる。オリンは自ら生き延びたいという思いを超えて、普通の人間の情愛を超えた次元の高い慈しみを歓迎しているように感じられる。まあこれ、奪捨て伝承が元になっています。これは老いたものを見捨てるという冷たい処遇なんでしょうか。ここではそれよりも老いたものの慈しみの念、聖者たちへの温かい思いというのが、まあ、むしろ次第になっている。これは実は主人公は、あの深沢七郎のお母さん、お母さんが死ぬ前に庭を見たいと言ったので、深沢七郎がおぶってみた。そこにいろんなあの植物がある、それを見せてやった。その時に、お前もういいから帰れというふうにあのお母さんが言ったという、そのがヒントになってこの物語ができたというふうに書いています。そしてこのオリンバーさんは自分にとってのキリストだというふうにも深沢志郎は言っているんですね。まあ思うに、これはしかし戦争の影がある。戦争の時にそういうふうにして死んでった人がたくさんいる。飢えて死んでった兵士もいる、まあ、特攻隊の人もいるし、あるいは空襲の中で死んでった年寄りもたくさんいる、まあ、そういう思いがこの物語の中に入ってるんじゃないかと思います。ペストも戦争の影が一方にある、あの神のペストですね。もう深沢志郎の物語にもそういうところがあります。はい、もうそろそろまとめなくちゃいけないんですが、これからの実は本題かもしれない。実は3月30日の日付でこういう文章が出てます。人工呼吸器の配分について、生命医療倫理研究会の有志が出した文章です。これが4月1日の専門家会議の記者会見の時に発表されました。でこれはあの最後に人工呼吸器がこれから足りなくなってきますよと、まあ、4月1日ですからまだ増えていく、もしかしたら医療崩壊になるんじゃないか、もうすでに救急車たらい回しでしょうがなしに自宅へ帰って自宅で死ぬというような人が次々出てくるという時期が4月の中頃ありましたよね。その前の時期ですね。
で、ここではもし人工呼吸器が足りなくなった時にどうするか、ここにトリアージということが出てますがね、災害の時もそうなんだけど、いざ医療資源が限られている時に命が危ない人が対応できないぐらいいた場合にどれを優先するかという順番付けですかね、これをトリアージという、これをしっかり考えておく必要があるんですよというのがこの文書の意味です。まあ、基本的な考え方になるわけです。で、ここにこう書いてある、一人一人の患者に最善を尽くす医療からできるだけ多くの生命を助ける医療への転換が必要になると。スウェーデンの医療はもうそれが普段からなんか入ってるという感じがするわけですが、日本は普段一人一人の患者に最善を尽くすというのは基本的な原則になっている。で、医療というのはもともとそういうものだと思うんですけれども、ベルナール・リュー、これは主人公、ペストの、カミューのペストの主人公ですが、もうそういうものとして医療をやってきたと思うんだけども、いざという時はそうはいかないですよと。そこで、人工呼吸器の配分というのを、もちろん政府には人工呼吸器が足りなくなるように最善を尽くしてほしい。しかし足りなくなった場合は、この人は人工呼吸器適用外ですと。こういうことを誰か決めなきゃならんでしょうと。その時にはガイドラインがいるでしょうと。こういう話なんですね。それを今私たちが案を作りましたという。こういうことです。数の限られた下のところですがね、人工呼吸器をどの患者に装着するか、人工呼吸器で命が維持されている患者の人工呼吸器を救命可能性のより高い患者のために取り外すことが許されるか、許されるとすればどのようなプロセスで判断すべきか、まあ、これを臨床倫理という倫理学の領域、生命倫理の領域がある。そこではこういう問題を考えることは課題になっているんですね。で、そこでそういう案作りをした、どういうふうに判断すべきかということです。まあ、これはちょっと時間の都合で省略いたしますが、まあ、結局いざという時はこれだけこの人工呼吸器を他の人に使えば助かる、もっと多くの命を助けることができる場合にはその人にはつけないとか、あるいは外してしまうということが許されますよと。で、どういうふうにそれを判断して記録をつけたりするかという、そういう道を示しているということになります。結論に飛んじゃいますが、これは確かにそういうことになるなというふうに思います。ですが、この文書をなんか国民みんなで合意してくださいっていうのは、私はちょっとどうかな、日本人には少なくともこれの準備がないし、少なくともそういう体制がいい体制だという判断は簡単にはできないと私は思います。で、実際こういう抗議が出てます。これはどっちかというと障害者運動をしてきた人たち、まあ一人一人の患者に最善を尽くす医療からできるだけの多くの生命を助ける医療の転換と言っているんだけれども、そうなると命の選別、切り捨てにつながりませんかということを言っているということになります、高齢であるとか持病があるとか心身に障害があるといったことを命の線引きの基準にしないでくださいと言っています。この懸念は障害者とか持病を持っている人にとっては非常に現実的なものですね。ある意味ではその社会保障の財源を普段から
必要として生きている人たちです。しかし多くの命を助けるためにあなたに使っている資源を他に回す必要がありますと言われたら生きていられないことになるわけですね。まあ、ここに出ている委員会の中には私も関わっていると思います。障害者運動、障害者の立場が一番分かりやすいですが、まあ、ここでは高齢者ということは出てないんだけれども、ね、まあ、これ京都新聞に出てますが、これはダウン症の子供を持つお母さんですけども、はい、こういう問題が今出てきているんだけれども、実は新型コロナウイルスの中にはこちらの方策を取ればこちらの人たちが辛い立場にある、例えばロックダウンをすれば、飲食業とか旅行業とかの人たちは生活が成り立たなくなる、この1ヶ月2ヶ月でそうなりました、これが来年もし何ヶ月も続くってことになったら大変なことになる、もうすでにもう体力弱ってるわけですよね。これはある意味奈良山武士公的状況だという、人が助かるために他の人が命を脅かされるんですね。これはまたカミューのペストの中でタルーが述べていたような状況でもあると思います。でそこでこれこそが妥当な倫理ですということをですね、今出せるのかなという、私はちょっと3月30日の提言というのにはやや躊躇します。それについては少なくともそれを国が進めてほしいというふうな状況ではない、そういう方向に進む、まあ、スウェーデン的な状況に近づくということになるけれども、それは違うと思います。そこにはやはり命の根踏みというところで、相模原のやまゆり園の事件を思い出します。あなた方は世の中の役に立ってないでしょうということで、障害を持つ人たちは生きている価値がないということになった、まあ、命の根踏みということになる、そういうことをせざるを得ないという場面があり得るということは分かるんだけども、そういうことを何か倫理の原則のように提示するということは何か違うなというのが私の根本です。命の尊厳というのには何かそれと根本的に違うものがあるんじゃないかなと。これちょっと SDGs という国連の持続可能な社会のためのゴール、そこの16番目により包摂的なインクルーシブ、どんな人も差別しないし、ちょっとスウェーデンは高齢者を排除してませんかと、そういうふうに思えてしまうというですね、高齢者なり弱い人ですね、まあ、こんなことが今とても難しい問題になってしまっていると。これはパンデミックが何か投げかけている非常に重い問題で、じっくり考えていかなきゃならない、じっくり考えてる暇もないけれども、まあ、そういうことなように思います。はい、これで2つ目の2回目の私の講義を終わりしております。東京自由大学の普段の講義であれば皆さんからのご質問、これから大事な時間に入ることができるんですが、今はちょっとそういう時間を持てませんけれども、まただんだんとそういう時間が持てるような方向のことも考えていきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。これで今日の講義を終わりにいたします。